ございます。フローム埼玉、まるこです。まるおです。今日は、はい、今はここはどこでしょう。行田かな。行田市、うん、ゆで太郎さん発見。あ、その説はどうもお世話になってもなりましたお世話になりました。朝ごはんでも伺いたいですね。そうですね。まるこさんお腹空いてるんです。はい。なので、うん、行田市といえば、はい、ゼリーフライ。おお。ゼリーフライっていうのかな今は、うん。うん。そうだね。うん。それのお持ち帰りができるお店があるようなので、はい、買いに行きながら、はい、目的地までのドライブを楽しみたいなって思います。了解です。まるっきりトンチンカンでどこなのかが分かんないんだよね。行田は分かりづらいのね。そうなのよ。ああ、また落っこちゃった磁石が。でも近いよ、うん、あとね350メートルくらい、うん、初めて行くお店なんだよね。いいね。どこでしょう。楽しみ楽しみ。小腹が空いたらゼリーフライって感じスニッカーズからがスニッカーズ代わりですかあ、ここかな。どこどこ。ここ違うか。目的地は右側です。そこほら、ここほら、銭形屋さん、駒形屋さんだ。嘘ついた。駒形屋さん。こんにちは、フロム埼玉です。今日は行田市にゼリーフライを求めていそいそやってまいりました。ゼリーフライってご存知ですか。フルーツのゼリーを想像された方、安心してください、別物ですよ。ゼリーフライはおからやじゃがいもを主原料に小判型に形成して素揚げしたコロッケのようなものになります。行田市の周辺に始まり、ご当地グルメとして愛されています。行田市近郊ではフライというと行田フライのお好み焼きの薄いようなバージョンを想像しますが、ゼリーフライとは全くの別物です。お店によっておからとじゃがいもなどの比率は異なるらしく、多くのお店で100円前後で販売されています。小判型に形成されることからゼニフライ、ゼニフライがなまりゼリーフライになったと言われています。ゼリーフライだ。見て、ちょっと感動しちゃった。なんか割り箸に刺さってくると思わなかったの、うん、見て。おー、まさしくローカルフードって感じだね、うん、ちょっと食べてみようかな、うん。おからと、おからコロッケだよね、確かね。じゃがいも、あ、じゃがいも入ってんの。そうだよ。うーん、でもおソースがさっぱりソースだから、うん、美味しい。うーん、いいね。これヘルシーで罪悪感ないんじゃない。マジか。うん、で、まあ、ロシにも一本あげるから。ありがとう。仲良く食べながら帰ろう。はいよ。はい、はい、じゃあいただきます。お客さんいたね。うん、うん、常連さんだね。揚げたてね、ホクホク。うん、うん、もっと買えばよかった。落ちてしまいました、うん、安い、うん、また来よ。はい、じゃあ食べながら帰りましょう。これさ、行田市ゼリーフライ巡りしてもいいねお店によって違うよね、うん、いくつかお店あるもんね。うん、美味しい、うんうん、まあそんな企画も考えずって。うん、ありがとう。はいはい、はい。の動画はお雛様ムード一色の鴻巣市へ。花市場も綺麗に飾られていました。そんな花市場での市場飯、海鮮が有名なお店に行ってきました。埼玉の柿市場で海鮮と思ったそこのあなた、まる子と同じです。ところがどっこい侮るなかれ、新鮮な海鮮があっちゅう間に売り切れるお店、大人気店、お楽しみにしてください。